一致は現在妊娠中。新築の家も購入して全ては順風満帆のはずだった。しかし義姉が離婚し、子供を3人連れて義実家に帰ってきてから、歯車が狂い出す。孫の面倒を押し付けられた義母は、毎日のように一致宅に押しかけてくるようになった。一致に孫の世話を押し付け、食事にも文句を言う義母に、夫は相談しても助けてくれない。もう来ないでと言っても聞き入れない義母と夫に怒りが爆発した一致が取った行動とは。孫3人を連れ毎週泊まりに来る義母。子供たちを連れて家を出た結果。夫と離婚したんですけど、経緯を聞いてもらえますか？いいよ。黙ったアニメ見ながらでよければ OK。ありがとうございます。アニメ見ながらでも構いません。私は現在29歳で、老人ホームの事務をしています。夫は27歳のシステムエンジニア。年収は同年代に比べて高い方かな。結婚して2年目には、ありがたいことに妊娠しました。これを機に新築の家も購入。建売住宅ですが、駅地下で内装もオシャレなので、気に入っています。今は妊娠9ヶ月目に入り、産休に入っています。赤ちゃんの経過も順調で、来月には出産予定。ここまでは幸せいっぱいって感じだな。そうですね。これだけならば、順風満帆に聞こえますよね。夫が浮気でもしてたの？いえ、夫に浮気の影はありません。何があったん？義母が離婚した義姉の子供たちを連れて、ちょくちょくうちに泊まりに来るようになったんです。私が妊娠するちょっと前のことです。義姉の浮気が原因で、義姉一家は離婚。離婚した義姉は、子供3人と共に義実家に戻りました。義姉の浮気が原因なのに、親権は義姉なのか。元旦那も子供たちの親権を主張したそうですが、子供たちがまだ幼いことも考慮されたのでしょう。また、義母も親権を強く主張したらしいと夫から聞きました。おそらく児童手当などの給付金が目当てだったと思います。義姉は子供たちの親権を強く主張する気はなかったのでしょう。実際、義姉は子供たちを義実家に預けて、自分は彼氏の家に入り浸っています。ちなみに義姉は、結婚前から一度も私に顔を見せたことすらありません。ひどい親だ。義姉の子供たちは6歳の長女、4歳の長男に3歳の次男。全員そんなにやんちゃなわけではないけど、子供だし走り回るし、泣き叫ぶ時もあります。義母も引き取ったはいいけど、育ち盛りの子供3人の世話をするのは、大変なのでしょうね。ちょくちょく土日に義母が子供たちを連れて、我が家に来るようになりました。しかも手ぶらで。おかげで、その度に私がスーパーへ買い物に行き、毎食、私が準備までしています。義母は一致の家に来て、何してるんだ？義母はうちに子供を預けて、日中は外に行ってます。多分、パチンコに行ってるんじゃないかな。孫を3人も引き取り、平日に外に行けなくなったから土日は私に押し付けているのだと思います。しかも、義母は土曜の朝食から日曜の夕飯まで食べていくのです。手ぶらで来て、土日の計6回分です。ありえないでしょう？手ぶらで来といてですよ。義母が大変なのはわかるのですが、自分が孫の親権を強く主張したのですから、責任は取ってほしいです。そして私の妊娠が発覚しても、それでも義母はお構いなしです。断りづらいなら、夫に相談してみたらどう？相談しました。何度も何度も。でも、4人くらい増えたってどうってことないだろ。お袋も姉貴の子供たちも家族みたいなもんだろ。年寄りや子供には優しくしてやれよ。と、夫は義母の肩を持ち、私を気遣ってくれません。いや、お前が面倒見ろよ。最初はそれなりに遠慮がちだった義母も、回数を重ねてどんどん増長していきまして。一致さん、夕食はまだかしら？あ、すいません。もうすぐです。早めにお願いね。私、見たいテレビがあるのよ。と、平然と言ってくるようになりました。お前の家か。また、義母は料理についても文句を言ってきて。一致さんの肉屋があって味付け濃いのよね。もっと薄味にしてくれないかしら？はぁ、そうですか？夫さんはこの味が好きだと言ってくれますが。それは一致さんに気を使っているのよ。あの子は私の味で育ってきたのよ。あ、それと私、明日の昼食はピザが食べたいわ。コスココのピザなんか、どうかしら？と、義母は味付けだけでなく、オーダーまでしてくるようになりました。とんでもなくずうずうしい義母だな。でもコストコのピザって確かにうまいよな。今はそこどうでもいいだろ。お腹も大きくなってきて、毎週子供たちの面倒を見て食事も作って、さすがに私も我慢の限界で。私は義母に直接文句を言いました。お母さん、私も妊娠中の身ですし、こう毎週毎週来られても困るんです。まあ、私なんか毎日子供たちの世話してるのよ。
土日くらい、どうってことないでしょう。お腹もこんなに大きくなって、動きにくいんです。あーやだやだ。年寄りに優しくできないなんて、息子もとんだ薄情なお嫁さんをもらったね。今までどれだけ、世話をしてきたか、ぶん、ってやろうかと義母した。と、どれだけ言っても義母も夫も聞き入れてくれません。てか、夫は何してるんだ？夫は家事なんか手伝ってくれません。土日はずっと自分の部屋にこもってゲームしてます。やべ、俺がいた。いやいや、妊娠中の妻をほったらかしてゲームをするのとじゃわけが違うだろ。孫たちは家でどんな様子なんだ？子供たちは正直、そんなにうるさくはないです。特に一番上の6歳の長女は、カチューシャをいつもしていて利発そうな見た目なんですが、おとなしくて聞き分けもよく、下の子たちのまとめ役をしてくれます。下の子たちが騒ぎ始めると、上の子が叱ってくれておかげで私もだいぶ助かったりしています。ただ、年齢の割におとなしすぎる感じです。なんか自分たちの置かれている現状をわかっていて、私に気を使っているのかなと思う時もあるくらい。それはあるかもな。母親はろくに家にいなくて、祖母は自分たちを叔母に預けていなくなっちゃうし。察しのいい子なら感づいてるだろうな。子供に気を使わせるなんてな。私も妊娠9ヶ月目に入り、今月から産休に入りました。今まで、義母たちは週末にしか来なかったんですが、産休に入ると、平日にも来るようになったのです。生まれてくる子供のために準備を進めたいのに、義母はお構いなしどころか、さらに悪化しました。もうほぼ住んでるよね、みたいな感じです。お母さん、私休みになったからって、別にゴロゴロしてるわけじゃないです。産婦人科にも行くし、赤ちゃんのための道具も揃えたいのに、こう毎日来られては迷惑です。迷惑？今、迷惑って言ったの？やだね本当に。今時の人は、年寄りに向かって迷惑なんて、そんなひどいことよく言えるわね。それに孫たちもかわいそうでしょう？年寄りと一緒にいても面白くないんだから。と何を言っても聞き入れません。夫も夫で、せめて休日は買い出しくらい手伝ってほしいのですが、ソファーでゴロゴロしながらスマホをいじる夫を見て、私は一緒に買い物に来てほしいと頼みましたが、俺も残業続きで疲れてるんだよ。一日はずっと休みなんだしお世話くらいできるだろ？と返事する夫に私も、ふざけないでよ。別に私だって好きで休んでるわけじゃないのよ。私、来月出産なのよ。なんであなたの母親や甥っ子たちの面倒を見なきゃいけないの？あなたはあなたで、休日の朝からずっとゲームして、たまには買い出しくらい手伝ってよ。と夫に切れました。なんだよ。俺の母親と姉貴の子供たちはそんなに迷惑だってのか？じゃあいいよ。そんなに言うなら家から出ていけばいい。と、言ってくる夫に私は頭がどうにかなりそうでした。なんで夫は、私の現状をわかってくれないんだろう。妊娠中の身で6人分の食事をほぼ毎回作り、掃除も洗濯も全部やって、私がどれだけ疲れているか。出産間近で不安もいっぱいの時に、一番自分を理解してほしい夫が、はるか遠くに感じました。今、この家には6人いるのに、私の味方はどうやら1人もいないようです。理解者がいないってのが一番辛いわな。本来誰よりも自分をわかってほしいのが夫なのに。妊娠の大変さって、旦那には理解されにくいもんだよね。私はめまいがして、夫に宣言しました。いいわ。じゃあ、私はもう何もしないから。え？と驚く夫。聞こえた？私もう何もしないから。あなたがやって。食事も洗濯も掃除も、全部あなたがやってね。はぁ？何言ってんだよ。主婦の仕事放棄すんのか？と夫は言ってきましたが、私は聞く耳も持たず、自分の部屋に閉じこもりました。そして部屋のドアの鍵を閉めて、シャットダウン。ドアの外で夫が何か言ってましたが、全部無視。もう何もかも知らない。私の苦しみをあいつらも味わえばいい。私はベッドに寄りかかり、スマホをいじり始める。もうあいつらには何もしないと決めました。ストライキか。ちょっと違うかな。ストは何かを訴えるためにするものでしょう？私はもう夫と義母に訴えたいことは何もありません。あるのは、何もしたくないという意思だけです。やがてお昼の時間になると、夫がドアをノックして聞いてきました。もうお昼ご飯の時間だっての。子供たちも待ってるぞ。自分でやれば？私は何もしないって言ったじゃん。大事な母親と親姪には優しくするんでしょ？お前、いい加減にしろよ。いい歳こいた大人が何いつまでも子供じみたこと言ってんだよ。と、夫の説教めいた言い回しに私はまたまたくっつんきました。あんたこそ何甘ったれたこと言ってんの。自分のことは自分でやるのが当たり前でしょ。
母親も親姪もあんたが呼び寄せたんだから、自分たちのご飯くらい自分たちで用意しろ。と私は夫に怒鳴り返しました。すると、ドアの外で夫は私の声にびっくりしたのか、何も言わずにリビングに戻っていきました。私は今までたまりにたまった怒りをぶつけることができて、少しすっきりしました。やがて、リビングの方から夫と義母が言い争っているのが聞こえました。なんてひどい嫁なの。とか。お袋もご飯くらい作ってくれよ。私に作らせるの？一致さんの引きずり出してきなさいよ。とか、くだらないやりとりが耳に入ってきますが全部無視しました。おいおい、まだ一致に作らせるのか？みたいですね。私のことをなんだと思ってるのか、よくわかりました。それから、夕食の時も夫や義母が呼びに来ましたが、全部無視しました。一致さん、あなたね、こんなことしていいと思っているの？嫁なのに勝手すぎるわよ。止め、どの口で言うんだ。まったくですね。結局食事は、外で弁当でも買ってきたんでしょう。あ、ちなみに私の分の食事は、部屋にこもる前に用意してました。そして、次の日も私は何もする気はなく部屋にこもっていました。朝食は夫がどうやらコンビニパンを買ってきた模様。そして、お昼頃になると再び部屋に近づいてくる足音が聞こえてきました。また夫か義母かと思っていたら。あの、ごめんなさい。一致さん、怒ってますよね？と、私に喋りかけたのは義姉の6歳になる長女の声でした。義母にそそのかされてきたのかもしれないけど、さすがに子供の声を無視することができず、私は部屋のドアをそーっと開けて、長女を部屋の中に入れました。部屋に入った長女は少し距離を置いて座りました。多分義母に私を説得するよう言われたのでしょう。前にも書きましたが、長女は年の割に落ち着きすぎるくらい、落ち着いている子です。父親がいなくなり、母親は子育てを放棄し、同居している祖母にさえ厄介者として扱われている。自分たちを煙たがっている周囲の空気を一番敏感に感じているように思います。どうしたの？おばあちゃんに私を呼ぶよう何か言われたの？と、聞くと長女はビクビクしながら返事をしました。うん？一致さんを呼んでこいって。そう。それでも私が行かないって言ったら？ダメ。そしたら私がおばあちゃんに怒られる。その時、過剰に反応する長女に違和感を感じました。ごめんなさい。一致さん怒ってるよね。私たち、何度もここに来て、ご飯ごちそうになって。いいのよ。長女ちゃんたちはおばあちゃんに言われてここに来てたんでしょ？と聞くと、長女はゆっくりと首を縦に振ります。私はどうしても気になったことがあったので。ねえ、長女ちゃん。さっき私が部屋から出てこないと、おばあちゃんに怒られるって言ったよね？おばあちゃんには、よく怒られてるの？と、聞いた時に長女は明らかにビクッとしたように目を閉じ。そして、うん？よく部屋に閉じ込められる。と、ぼそっと言う長女。ご飯は出るの？出ない。下の子たちの分は？出ない。そう。他にはおばあちゃん何か言ってた？と、一致さんにいっぱい遊んでもらえって。そしたら一致さんはここにずっといるからって。と、長女は一生懸命に説明してくれました。ここにずっといるって、どういうことだ？一致の家なんだから当たり前じゃん。実は私は来週から実家に帰る予定なんです。以前にそのことは義母にも説明しましたが。なんで実家で産むのよ？と義母は納得してません。その間の私たちの食事は、誰が用意するんだと言いたいのでしょう。だから義母は長女に、私を実家に戻らせないためにそんなことを言ったのだと思います。妊娠中の私に子供と遊ばせて、それでお腹の子に何かあっても自分たちさえ楽できればいいと？義母に対して無性に腹が立ってきました。顔を見たこともない義姉にも。そしてそれを許容する夫にも、です。もうこの家で、この一家と一緒に人生を歩むのは無理だと確信しました。そうだな。出産間近でも関係ない。一致はもう、そこから離れた方がいい。はい。私もそう思っています。ただ気がかりが。子供たちか？はい。私も老人ホームで働いており、職業柄、タイのケースもよく聞いています。おそらく義姉の子供たちは、義母と義姉から、タイを受けています。私が今、ここから離れたらこの子たちはどうなってしまうのだろう。この子たちは義母の言いなりになっていただけで、罪はありません。子供たちも一緒に連れてったらどうだ？はい。そのことで、私は実の兄に電話で相談をしました。すると兄も、いやあその子たちも連れて一緒に帰ってこい。と言ってくれました。ちなみにそれ誘拐になるパターンな。ええ、わかってます。ですから、そう言うと兄は、いやあ義父に連絡しろ。と言いました。
ですがそんな時間はない、児相が動く頃には私はもう実家に戻っているだろう、と。すると兄が、いやあ、その子たちの父親に連絡してみたら、と言ってくれて、私もそうか、と思いました。そもそも義士が離婚したのは、義士の浮気が原因。義士の元旦那は子供たちの親権を強く主張していたと聞いています。元旦那は今も子供たちを心配しているだろう。きっと助けになってくれると思い、私は慎重に長女に聞いてみました。お父さんの連絡先知ってる？うん、知ってる。何かあったらここに電話してくるんだぞって、パパが。と、長女がいつもしているカチューシャの裏側には、父親の連絡先が書いてありました。きっと元旦那は義士と義母の性格を知ってるから、子供たちの扱われ方をすごく心配していたのでしょう。私がスマホでその連絡先にかけると、本当に義士の元旦那が出ました。まずは丁寧に私の自己紹介をして、長女に一旦電話を代わりました。長女は久しぶりに父親と話すと、パパ、とすごく嬉しそうでした。それからまた、私に電話を代わってもらい、私は慎重に今、子供たちの現状を説明しました。すると義士の元旦那も、すぐにそちらに行きます。と、子供たちを守ろうと火がついた様子。元旦那はいいやつだな。ちゃんと子供たちを心配してる。そうだな。子供たちの親権がこの人にあったらな。ええ、私も話してみてこの人なら信用できると思いました。だから、私は義士の元旦那に一旦落ち着いてもらい、これからのことを冷静に話しました。結局、私は子供たちを私の実家に一緒に連れて行くことにしました。そもそも義母は自分が子供の世話をしたくなく、私に押し付けたかったのですから。私が実家に子供たちも一緒に連れて行くといえば、必ず OK を出すと思いました。義士は、言うまでもありません。一致は自身の離婚のみならず、子供たちまでをも助けようとします。しかし、そこに立ち塞がる義母と夫。果たして一致と子供たちの脱出劇はうまくいくのでしょうか？計画は成功でした。一日半ぶりに部屋から出てきた私に対し、夫と義母はいろいろ文句を言ってきました。やっと出てきたとか、やれ、早くご飯作れだのなんだの言いたい放題です。昨日と今日、子供たちの世話をして疲れたのでしょう。まあ私はそれをずっとやってきたのですが、私は今から実家に帰ることを二人に告げました。当然義母は大激怒です。誰がご飯を作るの？誰が孫たちの面倒を見るのよ。だそうで。お前だよ。ですよね。ほんと。あ、子供たちも一緒に連れて行っていいですか？ほら、お母さんも夫さんも大変でしょうから。と嫌味たっぷりに言いましたが、まあ義母の反応は予想通りでした。本当に？連れて行ってくれるの？なんだ、なら早く行ってくれればいいのに。夫も。まあ子供たちを連れてってくれるなら。と納得した模様。とんでもねえ奴らだな。それを聞いた子供たちがどう思うと思ってんだ。今さら、夫と義母の人間性にはもう期待してません。一応、夫から義士に許可をもらうよう伝えましたが、案の定、義士もすぐに OK を出してました。私も一刻も早く、子供たちをこの人たちから話したかったのです。子供たちと家を出た私は、実家の最寄り駅まで電車で移動すると、兄が車で迎えに来てくれました。実家に行くと、義士の元旦那も来てくれて、晴れて子供たちを父親に会わせることができました。子供たちも父親に会えて、とても喜んでいました。元旦那も子供たちを抱きしめ、うっすら涙しながら、ごめんな。これからはパパと一緒に暮らそうな。と。あ、俺こういう話弱いんだよ。ええ話や。義士の元旦那はこの後、弁護士を見つけて親権を戻すよう動くそうです。私も協力すると伝えました。そして私自身も、夫と義両親にはほとほと愛想が尽きたので、離婚を決意しました。妊婦の妻よりも自分の家族を優先する夫は、もう夫ではありません。翌日私は、夫に電話して離婚の意思を伝えました。今離婚届を郵送したから、届いたらあなたも記入して返送してください。そのままあなたから役所に提出しても構いません。すると夫も思いもよらなかったのか。なんで急にそうなったんだよ？理由は？と焦った様子になりました。言わなくてもわからない？私は何度もあなたに SOS を出してきたのよ。でもあなたは全然気づいてくれなかったし、むしろ私を追い詰めるようなことばかり言ってきた。これから赤ちゃんが生まれても、あなたとうまくやっていく自信はもうありません。それは、でもしょうがないだろ。俺だって仕事で忙しかったんだよ。そうね。妊婦だろうがなんだろうが年寄りと子供には優しくしろってのがあなたの考えよね。そもそも、家を出てけと言ったのはあなたですから。
さらにローンはどうするんだと聞いてくる夫に、あの家はあなたの名義なんだからあなたが払うものでしょ。当たり前じゃない。と私は返しました。焦っていた夫ですが、結婚期間も短かったし、共有財産もほぼないため、すぐ離婚に合意しました。一致おつ。子供たちの親権、無事父親に行くといいな。そうですね。親権を取り返す協議はこないだようやく始まったそうです。子供手当が目当てだった義母ですが、子育てに疲れて、それどころではないとのこと。まあ、代の件もあるし、義子はそもそも親権を手放したがっていたしで。そんなに時間もかからず、父親の元に親権が行くだろうと弁護士が言っているそうです。義子は義子で付き合ってた彼氏と破局したそうです。それまで義子はろくに仕事もしていなかったらしく、結局私の元夫の家に住んでいるそうです。そして、私は実家近くの病院で無事出産できました。元気な男の子でした。元夫にも一応、子供が生まれたことは伝えておきました。まあ、あっちはあっちでローンの返済や義母や義子の世話で大変な様子でしたけど、どうでもいいですね。あ、そうそう。昨日、義子の元旦那と子供たちが、私と赤ちゃんに会いに来てくれました。長女ちゃんもすっかり表情が明るくなっていて、年相応の様子で安心しました。長女ちゃん、よかったな。父親の元に行けて。実家の両親も孫ができて大喜び。これからは実家で子育てをしつつ復職できたらと思います。皆さん聞いてくれてありがとうございました。おつ。よし、アニメ再開するわ。いかがでしたか？離婚の際は、親権がどちらに行くかは常に問題になります。実際のところ、子供が幼い時はなおのこと母親の方が持つことがほとんどだそうです。たとえ母親の浮気が原因の離婚だとしても、親権が母親に行くことがあるそうで。まさに今回の話は、その風潮が引き起こした離婚劇と言えるかもしれません。どちらにせよ、子供のことを第一に考えられる大人でありたいものです。もしもあなたに一致のような義母や義子がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは、今回はご視聴ありがとうございました。